オラクルクラウドサービスへようこそ。このビデオシリーズでは、オラクルのクラウドサービスの管理者となったあなたが、クラウドサービスを使い始めるにあたって何をすればよいかをご説明していきます。それでは始めましょう。最初にオラクルクラウドサービスの管理について全体像をつかみましょう。クラウドサービスをご契約後、お客様のクラウド環境が出来上がると、環境へアクセスするために必要な情報が E メールで送信されます。このメールはエンバイロンメントアクセス E メールと呼ばれるもので、ご契約時にサービス管理者として指定されているお客様のメールアドレスに送信されます。つまり E メールを受け取った方がサービス管理者です。まずはこれから登場するサービス管理者の3つの役割と、それぞれの役割に応じた管理画面について見てみましょう。サービス管理者の役割の1つ目は、画面中央上部にある契約管理です。契約管理は、クラウドサービス自体のご購入者にあたる役割です。管理画面のマイアカウントを使って、購入したサービスを確認することができます。2つ目の役割は、画面中央にあるサービス管理です。サービス管理は、クラウド環境のシステム運用に関わる役割です。管理画面のマイサービスを使って、クラウドサービスからのメンテナンス通知を受け取ったり、クラウド環境の稼働状況を確認することができます。3つ目の役割は、画面下部にあるサポート管理です。サポート管理は、オラクルが提供するサポートサービスを管理する役割です。サポートサービスを受けるユーザーの追加などが行えます。マイアカウントとマイサービスへは、クラウドポータルサイトからアクセスできます。マイオラクルサポートへは、サポートポータルサイトからアクセスできます。また、サービス管理者にはもう一つ、オラクルアプリケーションクラウドを利用するエンドユーザーの管理を行う、ユーザーロール管理という役割がありますが、このユーザー管理については、こちらのビデオではご紹介いたしません。ご了承ください。続いて、オラクルクラウドサービスの運用サポートについて、もう少し注目して見ていきましょう。画面中央上部のマイサービスでは、メンテナンスなどによりシステムが計画停止する場合や、障害を検知した場合に、オラクルから送信される通知を確認することができます。この通知は、マイサービスの画面上で確認できるほか、E メールで受け取ることもできます。画面中央のマイオラクルサポートでは、オラクルクラウドサービスについて調べたいことがあるとき、ナレッジデータベースを検索することができます。また、サポートサービスをご契約のお客様同士の交流ができるコミュニティも用意されていますので、そこで他のユーザーに質問することもできます。ナレッジの検索やコミュニティでのやり取りで解決できない問題や製品の不具合等について、オラクルに直接問い合わせをしたい場合には、サービスリクエストを発行します。サービスリクエストはウェブ上のお問い合わせ表にあたるもので、オラクルのサポートエンジニアが対応します。サービスリクエストは SR と呼ぶこともあります。ここまでで、オラクルクラウドサービスの管理と運用サポートの概要について見てきました。それでは次へ進みましょう。ここからは、エンバイロンメントアクセス E メールを受け取ったサービス管理者の方に実施いただくステップをご紹介します。オラクルでは、サービス管理者の方が実施するステップのガイドとして、サービスアドミニストレーターアクションリストを提供しています。このビデオシリーズでは、サービスアドミニストレーターアクションリストに基づき、各ステップの具体的な手順をご紹介していきます。最初のステップは、エンバイロンメント
アクセス E メールを受信することです。エンバイロンメントアクセス E メールは、お客様のクラウド環境が出来上がったタイミングで、サービス管理者となっているお客様のメールアドレスに送信されます。このメールでお伝えする内容は、お客様のクラウド環境へアクセスするための URL や、サービス管理者の方のユーザー名と初期パスワード、管理画面である My アカウントや My サービスへアクセスするための URL、サポートサービスを利用するために必要なご契約番号にあたる CSI と呼ばれるサポート ID などです。エンバイロンメントアクセス E メールは、ご契約の内容によっては環境ごとに発行されることがあります。つまり、本番環境とテスト環境がある場合、それぞれに1通ずつ、合計2通が送信されることがあります。見た目は似ていますが、書かれている URL などが異なりますので、個別に管理してください。また、メールに書かれている仮パスワードは、発行後60日で失効します。失効する前に、続きのビデオを参考にして、サインインとパスワードの変更を行ってください。それでは、このメールを手元に準備して、クラウドサービスを利用するためのタスクを実施していきましょう。次のビデオへお進みください。